はい、本日もお疲れ様です。はい、今回は新NISAについて、そもそもね、どういった制度なのかを今一度確認していきたいと思います。旧NISAとか新NISAとかって、何が違うのか。そもそもね、NISAって何ですかってことだと思うんですけど、ざっくり言えばNISAは株式投資における、税金を、非課税で株式運用ができますよってことですね。そもそもね、株式投資での利益には、税金がね、発生するわけなんですが、例えば、株式を購入して、その株価が、上がった場合にですね、売却したことで得られる値上がり益に対して、発生する、譲渡益課税と、株式をね、長期保有することで、その保有している企業の利益を、分配することで得られる、配当金に対して発生する、配当課税の、この2種類が、あります。で、この2種類にそれぞれかかる税金が、所得税 15% プラス住民税 5% プラス、復興特別所得税、0.315% を合わせた、20.315% が、譲渡益と配当金に対して、課せられる税金ですね。で、そんな本来かかってしまう税金が、非課税で投資ができるっていうのが、このNISAの最大のメリットになっています。そもそもね、なぜここまで国がね、NISAを進めているのかというと、今の日本ってね、本当少子高齢化がどんどん進んでるわけじゃないですか。そういったこともあり、自分たちがね、将来もらえるはずの年金そのものが、より厳しくなって、この支給減額されてしまったりとか、支給をね、先送りされてしまうみたいなことがね、極めて高いという未来がね、容易に想像できるかと思います。なので、今の現役世代の方々には、厳しくなっていく年金に対して、それ以外にプラスして、ご自身で老後資金を、用意してくださいってことを、国が言ってるわけですね。で、老後2000万問題っていうのも、老後に必要なお金が、これくらい必要ですっていうのを、国が算出した額なわけですが、もはやね、年金を当てにせずに、NISAというもので非課税にするから、皆さんの自助努力で気づいてくださいって感じで、僕自身は認識しています。ちょっとね、脱線しちゃいましたが、実際のところ、本来かかるはずの税金がかからない、NISAという制度自体は、本当素晴らしい制度であることは間違いないと思います。旧NISAとね、新NISAの違いは、大まかに非課税保有期間と年間非課税枠が変わったってことだと思います。要は、新NISAの方は、投資額がマックス1800万円まで拡張されて、税金がかからない期間も無期限化されたので、旧NISAより断然お得になりましたってことですね。それから、積み立て投資枠と成長投資枠というものがあって、成長投資枠の方は、基本的に投資経験のある方向けだと僕自身は認識しておりますので、一旦そちらの方はちょっと置いておきます。なので、投資経験もなく、まだNISAを始めていらっしゃらない方がやるとしたら、積み立て投資の方だと思うので、非課税保有限度額が1800万円のうち、年間120万円まで、積み立て投資が可能なので、従来のね、旧NISAのね、年間40万円までしか投資できなかった時よりも、3倍もね、積み立て投資枠が拡張されておりますので、実際にね、成長投資枠を使わずに、積み立て投資枠のみで1800万円を埋めるとなると、最短でもね、年間投資枠のこの120万円かける、15年でマックス1800万円に到達しますので、この場合、毎月10万円を積み立て投資していくことで、年間120万円となりますので、できることならね、このマックス10万円を投資していくことが、理想なのかなとは思います。ただ、この毎月の積み立て投資額に関しては、年齢や、収入、など個人差がねありますので、ご自身にとってあくまで余剰資金で無理のない金額を投資していくことが長期で運用を継続していく上で重要になってくるかなと思います。僕自身も始めたては1万から2万円くらいのね少額から積み立てをスタートしておりましたので、投資経験のない方は。本当少額からね入れてって相場に慣らしていくっていうのがリスク軽減につながるのかなと考えます。冒頭に述べましたようにNISA自体は短期でトレードをして爆益を狙うものでは決してないので長期で運用して自分の老後資金を築いていきましょうというものなので目先のね上がり下がりの損益で一喜一憂するのではなくてコツコツ貯金感覚でご自身の将来に向けて資産を少しずつ増やしていくスタンスが無難なのかなと思います。NISAについてね。ざっくり解説すると、こんな感じだと思います。なのでね、まずは本当に少額でもいいので、スタートしてみることを、僕自身はお勧めします。はい。
まあ、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあ、また。